はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回は新しく7周年で実装されたアルクウェイドについて性能解説等を見ていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ではもう早速見ていくんですが、一応アルクウェイドって言っているんですが、まあ正式名は多分アーキタイプアースとなっております。まあただアルクウェイドが真ん中で挟まれてるので、まあ俺はアルクって呼びます。はい。で、この子に関してなんですが、星5のムーンキャンサーとなっております。で、俺初め単体宝具なんだろうなと思ったら、まさかの全体だったって感じですね。で、スキル構成見ていくんですが、まず第1スキル、敵全体にスキル封印状態を1ターン付与し、防御力を3ターンダウン、自身の攻撃力を3ターンアップ。第2スキル、自身の NP をものすごく増やす、そして防御威力を3ターンアップ。第3スキル、味方全体に無敵状態を1回の3ターン付与、全特性の味方全体の強化解除耐性を一旦アップし、フィールドが千年城でいいのかな、この状態の時、自身を除く味方全体の NP を増やすという形になっております。はい。で、まあこの子に関あまあ宝具を見ていきますか。クラススキルとか、クラススキルはタイム力 A プラス、陣地作成 EX、 道具作成 A、 単独行動 A、 ここら辺は普通です。で、原初の1ですね、まあこれが入ってることによって、千年城の城の時に、自身の旧性能、アーツ性能、バスター性能がアップするという形になっております。なので、まあ宝具を打てば打つほど、まあ火力が相対的に上がるっていう感じですね。で、マーブルファンタズム、フィールドを千年城状態にする、3ターンの敵全体に強力な混沌特攻の攻撃、宝具レベルで特攻威力アップの、自身を除く味方全体の今を生きる人類、一部疑似サーバント、デミサーバントなどの NP を増やす、オーバーチャージで効果量アップとなっております。はい。で、まあこれに関してなんですがね、まあ一応コマンドカードを見ておこうか。ちょっとね、段取り悪くて申し訳ないんですが、まあこういう形の性能となっております。で、まあスキル構成軽く見ていくんですけど、まあ第一スキルでスキル封印の、まあちょっとした遅延ですね、あと防御力ダウン、そして攻撃力アップしてくれるということで、まあデバフを自分ですることができる、まあ優秀なキャラクターとなってます。で、そこからの第二スキル、自身の NP を増やすなんですが、これはなんと NP100% チャージです。はい。 NP100% チャージして防御威力を3ターンアップしてくれます。ということはシステムができます。はい。まあミトツカレスコで、アペンド第2スキル開けておいて、光コヤンを後ろ側にまあ2人持ってきて、第2スキル使うことで防具が簡単に3連発することができるというめちゃくちゃ強いキャラクターとなっております。はい。まあこの時点でシステムが組めるっていうのがめちゃくちゃ便利ですね。で、そこから、第3スキルで味方全体に無敵1回の3ターンを付与し、1回の3ターンですね、まあ、これ1回しか防がないで注意してくださいっていうのと、無敵貫通には対処することができません。で、そこから全特性の味方全体の強化解除耐性をアップ、まあ、これによって全属性だった場合、まあ、無敵貫通されなければ必ず強化解除からの防具とかも耐えることができるようになるという意味で結構いいかなと思います。で、フィールドが城の時に関して、自身を除く味方全体の NP を増やすなんですが、これは 30% となっております。なので、この子自身 100% チャージ持ちの味方全体に 30% ばらまいてくれる、かつ攻防バフ持ってるよという、攻防デバフバフ持ってるよというキャラクターになっています。はい。普通にスキル構成込みで強いキャラクターとなっております。で、そこから宝具に関してなんだけど、ここね、めちゃくちゃポイントです。まあ城の状態にするということで、この第3スキルですね、城になってないと味方全体に NP を増やしてくれません。あ、自身を除く味方全体に NP を増やしてくれません。なので、宝具を打ったタイミングでその次に打つという形になるんですが、これは別にいいんですよ。はい。まあ宝具打った後に、第3スキル切らないと第3スキルが進化発揮しないよっていうだけなんでね、別にここはいいんですが、その後の敵全体に強力な混沌特攻の攻撃からの宝具レベルで特攻威力アップ、これがマジで宝具重ねろって言ってきてます。はい。で、これどういうことかっていうと、いつものなんだろうな、特攻宝具とかって OC を上げる、オーバーチャージを上げることによって変わるとか、そういうのが多かったりします。ただ今回この子に関しては、宝具レベルで特攻の火力が上がるということで、まあ宝具を上げる、まあ宝具レベルを上げると宝具の火力が上がると思います。まあこれはいつも通りですね。
ただそこから特攻が乗った際に宝具を上げることによって特攻の火力が伸びてくれる。つまり普通に宝具を上げるよりも特攻が乗っている場合だった場合、宝具を上げをしないといけないというキャラクターになってるんで、マジでねアタッカー運用する上では正直この子宝具レベル3ぐらいめちゃくちゃ欲しいです。はい。で一応特攻の倍率に関しては一応 150%、 宝具レベル2で175で5で 200% という形になっているんですが、まあ宝具5にすると常 200% の攻撃をしてくれるんですよ。まあ弱いわけがないよねっていう形になるんで、いやえげつないなーっていうのもあったりするし、まあこの子 OC 上げることによってまあ今を生きる人類の NP を増やしてくれるんですが、これは普通に 20% OC1 で増やしてくれる、5だった場合 40% という形になるんで、まあ宝具を打ってその後第3スキル切るだけで、まあ今を生きる人類だった場合 NP を 50% 増やしてくれる。うわあ、集会とかでなんか刺さりそうだなーっていうのがねあったりするので、そのことを考えたらまあスキル構成宝具構成ともにまあ7周年にふさわしいキャラクターになっているんじゃないかなと個人的に思ったりしております。はい。でまあそれと同時にね、まあやっぱ千年のねその固有結界がすごいいいのでそこ見ましょう。はい。ということでちゃちゃーっとやってきたんですが、こういう形です。でこのタイミングでね第3スキルを打ってしまうとダメという形になるんで打たないようにしましょう。でまあ一応システムが変わったんですが、ちょっと当倍で見たら、あ、まあ当倍で見ていっか。当倍で見るんですが、はい。あー、早すぎて見れませんでした。たとえ遠く離れて、あなたが今も月の光を忘れぬように。現場で悪かったわね。いやいいね、本当にこれがいいんすよ、マジで。 BGM バンされないかなっていうのがちょっと怖いんで、ここだけアルクを使う上である程度警戒しないといけないんだけど、いやマジでね、この固有結界、昔はねバグでエミヤの固有結界が残り続けるっていうのがあったんですが、正直固有結界使うやつはこれをね全部採用してほしいって思います。はい。でこの状態だった場合第3スキルを切ることによってまあいろいろ耐性上げつつ、城の効果によって NP が 30% 上がっているという形です。で一応ねこの右上にポチッと押すとフィールド状態を説明してくれているという形になるんで、まあ、これを見て、あ、今発動してるんだなっていうのを確認すればいいかなと思います。でここ注意点なんですけど、今は普通にこういう形で発動しているんですが、ウェーブが切り替わるとこの固有結界自体なくなります。はい。なくなる代わりに右上に今発動まだしてるよっていうのをね、教えてくれる、まあ、アイコンが表記されてるんで、基本はまあこれを見て、まあ、うまいこと使っていくっていうのでいいんじゃないかなと思います。はい。いやーけどいいね、本当に本当に素晴らしい。良きっていうのと、まあ、ちょっとここ新システム触れていきましょう。Q を初動でやると 20% クリー力が上がります。はい。ということで、まあ、80% のキャラクターは 100% で確定クリティカルになるって感じですね。わーってやつです。でそれと同時に QAB でチェインをすることによっていろいろなボーナスバフが入るという、まあいろいろねちょっとゲームのシステムが変わったというね形になってるんで、そこら辺は後々また解説していこうかなと思います。はい。ということでね、まあちょっとねアルクウェイドの宝具演出も見てほしかった、まあ綺麗だったんでね見てほしかったということで、まあアルクについて軽く見てきたんですが、こういう形となっております。まああれですね、スキル上げすることによってシステムできる強い味方全体 NP、まあ自身に以外に NP30% チャージやってくれる強い、攻防デバフもいろいろやってくれる便利で、強化解除耐性、ここが結構便利かな。うん、ここも普通に便利です。で宝具に関しても普通に混沌特攻とかいろいろ持っているんで強いんですが、宝具を重ねないと特攻の火力が上がらないっていう宝具上げるの大前提というキャラクターになってるので、まあそれを考えて、まあ、今後ガチャ引いていくというのでいいんじゃないかなと思います。はい。
まあこの後プロトマーリンもね控えてたりとかするので、まあ俺も頑張ってホーグレベル2ぐらいにはしたいなって思ってるんだけど、ちょっと悩んでから引きます。はい、以上ということで今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあバイバイ。Shoot, shoot, shoot.